さん、一週間のご無沙汰です。ピオファミリー女子部ナレーションのニライです。今日はカナイさんと長女ティンクちゃんのツーショットから、ティンクちゃんはママが大好きだけど、ティンク、あなたしつこいわよ。ママ、どうして実の娘の私に冷たいのよ。あなた、いくつだと思ってるの。いい加減、自立してちょうだい。ひどいわ、ママ。老後のお世話してあげないんだから。ビオファミリーダイアリー。ショートムービー。ニライさん、相談があるんだけど。あら、ハルちゃん珍しいわね。どうしたの？カナイさんのことなんだけど、最近ちょっとおかしいのよね。おかしいって、どんな風に？やけにぼーっとしてるかと思うと、突然、姿勢を上げたりするのよ。あら、最近はいつもそんな感じよね。それにね、私にやけにつきまとうのよ。カナイさん、ハルちゃんのことを好きだものね。私が思うには、きっと彼女は。ハルちゃんったらママの悪口言ってる。許せない。言いつけてやるんだから。彼女は、老後の世話を私に頼もうとしてるんだわ。ハルちゃん、お嫁さんだもんね。私困るわ。どこの家庭も介護って難しい問題よね。私と塩根さんは子供がいないから悩むこともないけどね。寂しいわね。私たちこの前なんて私の前でお尻を突き出すの。あら、まあそれっておむつをする練習しなさいってことなんじゃない？おむつ？カナイさん、ボケたのかしら。はるちゃん困りましたね。カナイさん、ハルちゃんが好きすぎて、そんな行動をとったのね。場合によっては、ハルちゃんと一緒に、お注射が必要になるかもしれません。当面、カナイさんとハルちゃんとは、別々の包丁となります。男子はみんな元気かな？消化不良の二人は、とりあえず大部屋に、戻りましたが、まだ完治とは言い切れず、元気ではあるけど、要観察という感じです。ハリー君はなんとなく冴えない顔です。問題ないよ、僕は元気だよ。ハリー君のことが大好きなひなた君は、常にそばにいたいみたいですが、ハリー君はやっぱりクク兄ちゃんが一番好き。ニコタン命のフーちゃんは、なかなかお腹が感知しませんが、お腹ゆるいところも、じいじに似てしまったようです。悪いところは、見なくてもいいのにね。兄ちゃん、もうお腹痛くないの？そういえばあの噂聞いた？カナイバーバの認知機能が衰えてきたらしいよ。あら、いやね。もうそんな噂話が流れてるのね。ママ、心配いらないわ。ママのお世話はこの私、ピンクがするからね。ちょっと、なんでいつも逃げるのよ。どうしても、ハルちゃんを苦手とするティンクちゃん。二人の距離が縮まる日が来るのかしら。来ないと思う。今日のお話は、ここでおしまい。姑、嫁、小姑の関係はどうなるのでしょうか。来週もお楽しみに。To be continued.